さあ両選手フィールドに戻りまして、これより試合再開となります。後半戦は磯のスーパースターズのキックオフで試合が開始する形になります。キックオフしますが、磯のスーパースターズ1番の箕浦です。岐阜大学出身。さあゴールデンファイターズは10番と、もう一人はちょっと番号未確認ですが、2枚のリターナーを配置する模様です。10番は北川です。さあリターンに入ります。ややジャックルしましたが、左サイドラインのリターナー19番駆け上がらんとしまして、自陣30ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃となります。しかし素晴らしいリターンでした。見事なリターンを敢行しましたのはゴールデンファイターズ19番の中西、関西学院大学出身のプレイヤーです。なるほど、インタビューありました通り名門校出身の選手もこのゴールデンファイターズに参戦しております。磯のスープ失礼しました、ゴールデンファイターズ自陣30ヤードからのファーストアンテン。さあまずランプレーを投入しました。ランニングバック26番ハンドオフを託されまして、密集点飛び込み約8ヤード獲得しております。まず最初のランを鮮やかに決めましたのは26番の川淵です。大手門学院大学出身のプレイヤーです。ゴールデンファイターズセカンドダウン2、これは磯野ナイスディフェンス。再びゴールデンファイターズランによって突破はからんというところ、しかしそこに磯のスーパースターズ76番立ちはだかりまして、このランを阻止しております。見事なタックルを決めましたが、76番の山口、岐阜大、失礼しました、76番の岡野です。中京大学出身、ホークアイからの移籍選手です。残念ながら、今季、キューブという形で、活動が停止しましたホークアイ、しかしその勇姿あふれるプレーはこの磯のスーパースターズで披露されております。さあそしてゴールデンファイターズは QB が入った、見事攻撃権更新です。磯のスーパースターズがゴールデンファイターズファースター、この状況をクォーターバック自らの総力で突破いたしまして攻撃権更新になりました。見事攻撃権更新果たしたは3番の矢部です。大手門学院大学出身、ゴールデンファイターズおじさまのメッセージの通り、矢部選手まず見事な健脚を持ってまず攻撃更新を果たしました。さあ自陣42ヤードからゴールデンファイターズファーストダウンテン、キャリア26番ハンドオフを託されまして中央を突入しました。しかしここに磯のディフェンス陣群がりまして、このラン1ヤードのゲインにとどめております。凄まじい勢いで相手陣に割り込んでいく磯野のディフェンスライン陣の圧倒的なスピーディーな圧力にも注目といったところでしょうか。これをゴールデンファイターズオフェンスライン陣がさばけるかどうかも注目です。ゴールデンファイターズセカンドダウン9、パス不成功、ここで中央切れ込んだ87番にパスを投じました。しかしパスが逆リードになりまして不成功になっています。ダウン変わりましてサードに変わります。逆リードとはいわゆる走る方向、その導くようにリードするボールではなくその反対側に飛ぶパスパターンを指します。レシーバーとしては体を非常に不安定な状態にするためキャッチが難しい形になります。ゴールデンファイターズサードに、
成功、攻撃権更新ファースト。ゴールデンファイターズクォーターバック3番プレイアクションから右に展開しまして19番にパスを投じました。19番ジャッグにしましたがこれを確保しましてパスキャッチとなっています。攻撃権更新しましてゴールデンファイターズファーストキャッチしましたのは19番の中西でした。関西学院大学出身。さあ相手陣に入りましたゴールデンファイターズ。相手陣48ヤードからのファーストダウンテン。ここでゴールデンファイターズはランニングアップへのフレアパスを投じました。左に展開してそこからキャッチアンドラン。26番ディフェンスの間をすり抜けるように見事に攻撃権更新通りに対しました。ゴールデンファイターズファースト。鮮やかなランアフターキャッチ決めましたが26番の川内でした。大手門、失礼しました、大手門学院大学出身です。さあ今度はランニング枠26番ダイレクトスナップ受けまして中央に突入しました。密集点突破かりましたがこれは磯野も踏ん張りまして1ヤードのゲインに留めております。ゴールデンファイターズセカンドダウン9ボールオン相手陣24ヤード。パス不成功です。パス不成功、外へ出ておりました。ここで左から左に外、左から外へ出るような形で走り込むレシーバー9番にパスを投じましたがパスをキャッチした段階で外へ出た格好ですのでパス不成功でサーダウンに変わります。ゴールデンファイターズサーダウン9。パスで一気にタッチダウン決めました。クォーターバック3番左奥に走り込んでいたレシーバーにロングパス。このパスをレシーバーはエンドゾーンでキャッチしましてタッチダウン。ゴールデンファイターズ鮮やかなパスによりまして先制となります。タッチダウンを上げ6点獲得となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに移ります。このキック見事決まりまして1点追加。ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ0点。ついに試合の均衡を破れましてゴールデンファイターズが鮮やかなタッチダウンパスにより先制点を挙げる形に成功しております。超突き女ロングパスでした。これを見事決めましたのはゴールデンファイターズ11番の伊藤でした。早稲田大学出身です。鮮やかなタッチダウンパスによりましてゴールデンファイターズが先制点を挙げる形になりようやく試合の均衡が解けた形になっております。その得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。ラグビーと違いアメリカンフットボールは得点を挙げた側がキックオフいたします。さあ磯野リターンに入ります。さあここでリバースアクションを入れまして相手の逆を掴むというその混乱を招いた状況で84番左オープン掴むというところでしたがしかしゴールデンファイターズカバーしまして結果的に磯野自陣15ヤードからの攻撃と変わります。
さあしかし磯野反撃になるでしょうか。磯野スーパースターズファーストアンテン、ここでタックルスプレッドを取った。ラインマンをあえて両サイドに飛ばす。さあその逆に手薄になった中央にあえてランナーを突入させましたが、しかしこれはゴールデンファイターズを封じております。ノーゲインでセカンダウンに変わります。ここでタックルスプレッドを取りました。再びタックルスプレッドです。あここでしかしノーマルなアライメントに戻します。しかし右にスロットを構えたバンチダブルウィング。さあそのサイドにランプレーを突入させました。ウィングバックを2枚構えまして、そこにランプレーを突入させ、約5ヤードのゲインです。ここで策を講じてきました磯野スーパースターズ。さあ再びタックルスプレッドを取っている。さあここでフランカーにパスを通しまして、1番キャッチアンドランを展開し、攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。ここでラインマンをスプリットエンドに入れました。そのサイドにフランカーに入っている1番にキャッチアンドランを図らせ、見事決まりまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。さあこのタックルスプレッドどこまで展開するか。スプリットエンド、そしてタックルを加えての両サイドに散らしました。さあ今度はクォーターバックパスを同時に移動したところ、その判断変えましてキープに変えました。中央切れ込みまして約1ヤードゲインと変えています。これを指揮するクォーターバックは7番の足立です。名古屋商科大学出身。あえてラインを外で飛ばす形による相手ディフェンスの混乱を招く格好を取っています。再びタックルスプレッドを取っている。さあ今度は中央クォーターバック自ら突入戦というところ、しかしこれはゴールデンファイターズも対応しております。しかしゲインは約2ヤードほど確保しております。さあタックルスプレッド展開中です。左は1枚のタックル、右にはタックルとスプリットエンドを並べている。フランカーがモーションするが、ここでホイッスル。さあ審判団、このホイッスルどのように判定するでしょうか。ここでゴールデンファイターズが後半1回目のタイムアウトを取ります。ここに来て磯野が奇襲タックルスプレッドを常用してまいりました。本来ならばラインの両端にいるべき最大のラインマンであるタックルをあえて両サイドのレシーバーのサイドに隣接させる格好にしますタックルスプレッド。中が手薄になる分、外に専門のブロッカーをつける格好により、外のレシーバーが強力なランを展開できるというフォーメーションでもあります。しかし選択肢としては非常にトリッキーなため、ディフェンスの対策が必要と、ここでディフェンスでタイムアウトを取りました。ドルフィンさん、初めて見たというメッセージありがとうございます。私もこのフォーメーションは実は昨年 X3 にありました愛知ゴールデンウィングスが常用していたことによりまして、ようやく近くしました。このような戦術がさまざまに繰り広げられるのがアメリカンフットボールのもう一つの魅力でもあります。さあタイムアウト解けまして、試合再開。そのスーパースターズサーダウン7、タックルスプレッドを取っています。今度は両サイドにタックルを飛ばし、スプリットエンドと2枚壁を作っています。中は3枚。さあこのパスは後方へのパスという判断だったでしょうか。しかしいずれにしましても外へ出ましたので、どうやら前パスの判定です。前パスという形になりましたので、パス失敗でフォースダウンに、失礼しました、後ろパスの判定です。
クォーターバックのアクションが、上からですが、しかしパスを投げた位置から前であったか後ろかであったかでパスの判定は異なります。先ほどは後ろのパスとなりましたのでランプレーの扱いになり、外へ出た時点でプレー終了、4ヤード下がりましてフォースダウン11の状況になっています。さあゴールデンファイターズ、このパントリターンに入る。しかし磯野もカバーしましてハーフウェイ付近でボールでどうし、ここでしかし反則が発生しています。イエローフラッグがフィールド内に投入されております。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。ラフィンザキッカー、キックを蹴り終えた選手へのヒットです。さあしかしランイントゥザキッカー、接触しただけであるか、あるいはヒットしたかによってこの反則の内容は異なります。審判団のコールを待ちましょう。ランニングイントゥザキッカー、蹴り終えた選手への接触があったという反則です。この反則の場合は軽微な扱いですが、しかし5ヤードディフェンスは罰退を受ける格好になります。従いましてオフェンスは5ヤード進みフォースダウンやり直しとなります。これがハードヒットであった場合は危険な行為となりまして15ヤードペナルティー、オートマティックファーストダウンでした。さあ結果的にはフォースダウンやり直しとなります。磯野スーパースターズ、パントフォーメーションを取っています。さあゴールデンファイターズリターンに入る。さあチェンジオップエクス切りながら右オープン展開に図り、自陣45ヤード付近確保し、この位置からゴールデンファイターズ攻撃に移ります。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。ゴールデンファイターズ自陣43ヤードからのファーストアンテ、パスは成功、しかしナイスタック。まず左に展開していく17番にパスを通し、そこからランオフターキャッチを図らんというところで、しかしこれを磯野19番タックルしまして、結果的に1ヤードのゲインにとどめております。託されましたのはゴールデンファイターズ17番の岡村、大阪教育大学出身のルーキー、それを下見ましたのは19番の高野、上智大学出身のこちらもルーキーです。パス成功。今度は内側に切れ込んできた11番にパス、そこから横切るように11番キャッチアンドランを図りましたが、しかしこれは仕留められまして、ゲインは約6ヤードにとどまっております。パスをキャッチしましたのはゴールデンファイターズ11番の伊藤でした。早稲田大学出身です。ゴールデンファイターズサーダウン4、さあランプレー突破になったでしょうか。これは磯野食い止めました。
ゴールデンファイターズフォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン3、ハントフォーメーションを取ります。トリックいった、ジャンプ成功、ファーストここでパントフェイクでパンターに入った26番キープのランを展開しました。まさに今日つきましてこれが見事決まり攻撃権更新になっております。失礼しました、キャリアは22番だった模様です。22番の工藤、素晴らしい、ギャンブル成功でした。大手門学院大学出身のプレイヤーです。さあここでトリック一つ決めましてゴールデンファイターズ攻撃継続になっております。ボールオン相手陣31ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン点、ここでホイッスル。ここでゴールデンファイターズ後半2回目のタイムアウトを使います。ゴールデンファイターズ後半第3クォーターですが早くも2つ目のタイムアウトを行使しました。ここでもう一つタッチダウンを重ね優位を取るためにあえて勝負に出ます。さあタイムアウトときまして試合再開。ゴールデンファイターズ相手陣31ヤードからのファーストダウンテ、パス成功、ナイスキャッチ。クォーターバック3番左に流れパスを投じるところ、しかしこれはディフェンスのプレッシャーからか乱れました。しかしその乱れたパスを11番見事にダイビングキャッチしまして、これを3ヤードゲインに変えております。見事キャッチしましたのはゴールデンファイターズ11番の伊藤、早稲田大学出身。ゴールデンファイターズセカンドダウン7。さあパスをフレアパスを通しそこからキャッチアンドランとしました。記録上おそらく前パスという形で解釈させてください。後ろパスであった場合はランという形になりますが、これが決まりまして約3ヤードゲインとなっております。ゴールデンファイターズサダン4、中央行った、ファーストここで中央7プレーを投入しました。揺さぶりかけましてこれが見事決まり攻撃権更新になっております。ゴールデンファイターズファースト、見事攻撃権更新となりました。ゴールデンファイターズ着実に前進を図っております。ここでホイッスルがあり第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりましてゴールデンファイターズ7点、磯のスーパースターズ0点、双方攻守の向き変えましてこれより第4クォーターに移ります。